そうか、エアージュはターミナル3なんだ。今日の教訓1、クアラルンプールに今から行くんですけど、エアアジア、要は LCC の場合はターミナルが3になるんで、3になるとインターナショナル、今ここはインターナショナルなんですけど、このスペースしかないです。この今見えてるこの長っぽそいスペースだけですね。なんで売店もないし、なんかラウンジみたいのもないし、クアラルンプール空港です。ここですね。年間1万円、まあ、もしくは2万円とかかで、プライオリティパス 1回食事を空港ですると1000円、2000円かかるし、 Wi-Fi も使えるし電源も使えるから、それを考えると絶対にプライオリティパスはあった方がいいですね。無料でシャワーが使える、誰でも。香港どこにもシャワーはあるけど、だいたい1500円ぐらい。ここは無料だ。クアラルンプール空港で3回目、まあ、ただセキュリティチェックの数が半端ない。4回。パワーサプライ、これで、電源がだいたい100%まで充電できます。すごい人の数だ。